皆さんおはこんばんちは。ダンデライオンスタジオのエンターテイナー鍋です。どうも、ベルのそなたこと、ベルです。今回は様々なゲームに登場するボス戦や、イベント戦の攻略解説動画になります。自分のこれまでの経験上、一番安定して攻略できた方法で解説していきます。入手困難なアイテムを使っての攻略や、低レベルや法外な強さでの攻略はしていません。誰にでも攻略できるよう、準備難度低めの攻略を心がけていきます。興味のある方や、攻略に行き詰まったことのある方は、ぜひ参考にしてみてください。さて、今回攻略していく戦闘は？ドラゴンクエスト2、悪霊の神々から、ボス、アトラス戦のご紹介です。大神官ハーゴンが召喚した邪神、悪霊の神々の一柱。これまでの敵とは比べ物にならない、攻撃力を誇るモンスター。今までのボス戦は、すべて雑魚の使い回しでしたが、これ以降は本格的なボス戦。しかも、この後には残りの邪神たちや、大神官ハーゴンとの戦闘が、控えているため、あまり消耗は、したくないものですね。なるほど、しかもこいつは、サイクロプス種の最上くらい個体だろ。攻撃力も高いわけだ。ムーンブルクの姫さんが攻撃を、食らうものなら、一撃で致命傷になりかねないかもな。そうならないためにも、徹底的に対処して、速攻で撃破してしまいましょう。VTR、どうぞ。というわけでラストダンジョン、ハーゴン神殿へ、やってまいりました。レベルは30、スマホ版なら37以上を、目安にしています。装備はこれまでの旅データ最高のものを、用意しており、装備しているもの以外にも、ハヤブサの剣や力の盾、祈りの指輪も持たせています。アトラスのステータスは、HP250、攻撃力195、守備力160、素早さ83、耐久力もある上に、高い攻撃力から繰り出される、2回攻撃はとても厄介です。ただし攻撃手段は物理のみ、50% の確率で、マヌーサが効くので、これがいればだいぶ安定します。またルカナンも有効なので、硬いうちは攻撃力を、重視した武器。防御を下げたらハヤブサの、剣で攻撃すると効率がいいですね。マヌーサが効いたら敵の攻撃がほとんど、当たらない、物理しか使ってこないアトラスの、最大の弱点だったな。どんなに高い攻撃力も、当たらなければどうということはありません。一方的な展開に持ち込んでしまいましょう。撃破。マヌーサのおかげで、ダメージも一発で済みましたね。MP もそんなに使ってないな。これなら次の戦闘にも支障は、ないだろ。問題なしですね。次は同じく邪神の一柱。バズズとの戦いです。大神官ハーゴンまでボスは残り2体。平和は目前です。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価ボタンを、ぜひお願いします。それでは皆さん、まだ見てけれなー。バイチャー。